京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズ、この一戦をお送りいたします。バファローズの先発は右の長対するファイターズの先発は右の上沢、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。バファローズピッチャーを変えてきました。超屈辱の2回3分の2で KO。 ここでマウンドに上がったのは吉田、今日2番手としてマウンドに上がります。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。一塁へ牽制球を送ります。第2球、これは引っ掛けた、フラフラっと上がった、ピッチャー取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げた、まっすぐ見送ってストライク。第2球投げた、打ちました、ギボボールを取る、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって7対2バファローズ5点をリードされています。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは野村、初球はストライク、まずは決めてきました、投げました、打ちました、当たり損ねのサードゴロ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の近藤、近藤健介。第1球投げました、打った、ファール。第2球投げました、ストライク、膝元厳しい球でした。簡単に2ストライクと追い込んだ、インコース低めいっぱい、見逃し三振、吉田見事なピッチングです。第1球投げました、見送ってストライク。さあ次の投球、投げました、決まった、ストライク、これで追い込みました。第3球打った、ギボバックしていった、ヒット、高浜いいバッティングを見せました。左バッターボックスは6番浅間。第1球投げた、ストライク、まずは入れてきました。第2球変化球ストライク、インローへ。第3球を投げた、インローの直球はボール。さあ4球目、あっと引っ掛けた、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ファイターズファーストランナー残塁、4回の表が終わって7対2です。5回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターはロドリゲス、今日はフォアボールとファーストゴロ。投げた、外角低め、見送ってストライク、投げた、変化球ストライク、アウトローへ、これで追い込みました。投げた、膝元へズバッと決まって、見逃し三振、吉田3球で仕留めてみせました。第1球投げました、ストライク、初球ストライクから投げました、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げました、ツーシームはボール、アウトローへ、投げました、アウトコース低め、見逃し三振。バッターは9番中島、今日3打席目。第1球初球空振り、外のボール球を振らせました。初球空振りから投げた、内角低め、外れてボール。投げた、打った、ファールボール。次は4球目、投げた、おっと自打球。第5球投げた、内角ボール球打った、掴んで、これで3アウトになります。吉田三者凡退に抑えています。5回の表が終わって7対2です。ゲームは後半に入ります。右バッターボックスはトップバッターの松本、これが4度目のバッターボックス。投げた、決まってストライク、まずは決めてきました。投げました、打ちました、これはヒットになります。松本ナイスバッティングです。バッターは2番西川、今日4度目のバッターボックス。第1球初球決まってストライク、まずは入れてきました。第2球見送ってストライク、これで追い込みました。危ない球。第4球を投げました、低め際どいボール、外角低め、見逃し三振。サードベースメン
野村勇気第1球、はい、1球目ストレート空振り。第2球打ちました。ファーストの右ゲッツーコースだ。一塁アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。バッターは指名打者近藤。今日はここまで3打数1安打1三振。インコース低めストライク。まずは決めてきました。投げました。打ったいい当たりだ。レフト前クリーンヒット。近藤いいバッティングを見せました。バファローズなおもピンチが続きます。打ちました。ファール。さあ次の投球打った。右中間のフライ。ライト選手取ってこれで3アウトチェンジ。2者残塁。6回の表が終わって7対3です。試合は終盤7回に入ります。トップバッターは浅間。今日はここまで3打数2安打。投げました。決まってストライク。第3球を投げました。膝元。ストレートは外れてボール。投げた。打ちました。センターへのフライだ。掴みました。これでワンアウトランナーはありません。右バッターボックスは7番ロドリゲス。ロニー・ロドリゲス。第9投げた。初球空振り。少し迷ったか。投げた。決まった。ストライク。これで追い込みました。投球は3球目。投げた。1球外した。ボール。さあ4球目。外角低めいっぱい見逃し三振。ギリギリのところに決まった。投げた。ストライク。タイミング合いません。スラーブはボール。3球目ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。外角低め空振り三振。バットが空を切りました。バファローズ敗れました。ご覧のようにこの試合は北海道日本ハムファイターズが勝ちました。勝利投手は噂は敗戦投手はショーンでした。さて本日のヒーローは高浜。本当に今日は大活躍でした。